じゃあ行くよ、あ、プレステージ回します。回します。はい、プレステージ0突入、プレイヤーレベル1から開始し、クラス作成、リグ、スコアストリークはロックされる。で、報酬が、あ、永久アンロックトークン1個、あ、クラシック武器1個、降臨カード1個。 おだから武器2個アンロック、武器とか2個アンロックできるんだ、やりたいやつを。で、あと降臨カードもやれて。プレステージ行きます。おお、クラシック武器をアンロック。あれ、ARX はクラシック武器扱いだけどアンロックはできないんだ。なるほどね。いや、ここインタベでしょ。インタベスパス、 M1 ガーランド、これなんつったっけ、 UMP で、ハンドガン、これなんだ、これ、これなんかグロック、なんこれ G18 だっけ、わかんねえよ。あ、多分そうっすね、かな。じゃあインタベ行きましょう。インタベ永久アンロックします。で、あと永久アンロック、これど、これどうするよ、これだよ、ここデッサ、デッサかな、デッサー救援物資と思う。デッサか救援物資だよな、出るのが重さ的にですよね。また、あと ボルクもちょっといいけどね。ボルク、HVR、タイタン弱い、DMR 弱い、ショットガン弱いだから、あ、やっぱ ARX はどっちにしろアンロックできないんだ。あ、そういう感じか。なるほど。スペシャリストみたいなあれの方はリグとあれどっちも一気にアンロックされるんだ。リグとプラスの中の補給とかそのトレイトの方もペイロードとトレイト一個ずつアンロックされる。やっぱデッサだよな、サーチミン。どのゲームも基本デッサだからな、開幕1試合1周目は。いやこれ、ね、どれが強いっていうのもない、やっぱデッサっすね、デッサっすね、デッサっすね、安定のデッサ。よし、これでいいのかな、なんか間違ってアンロックできたりとかしないよね。あ、できないよね。くそ、開幕1周目の1周目の美味しいバグとかあったらよかったのに。で、待って、これでそうだ、アタッチメントが、あ、出てる出てる出てる、アタッチメント出てる状態でまたやれるわ。あ、これはでかい、いいね、ありがたい、それありがたいね。アタッチメント再アンロックはマジでだるいから、よかった。あ、出てる出てる、ちゃんと AW の時アタッチメント再開放が超不評だったからね。モダン3と、モダン3と AW は再開放し直しだったから、IW ばっかりやって、とりあえず、一周すんのにどんぐらいかかった？ 20時間はかかってるな、余裕で。どんぐらいかかったかな？約1日っすか。20時間、1周だいたい20時間から24時間ぐらいかな。結構かかりますね。ということでした。じゃあちょっと明日の動画をインタビュー使ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。おー。ちくしょう！俺は大バカ者だ。ガチャのイベントが来てるのに、もう金がない。そうだ、親父にもらったあれがある、これを使おう。俺が田舎を出るときに親父が必要になったら使うんだぞってくれた、これがあった。これでガチャが引ける、ありがとう親父。いくら入ってるんだ、1000回ぐらいは引けるか。よし、なんだこれ、嘘だろ、必要になったらってそういうことかよ、ふざけんなよ。それは怖いからやんない。ゲームウォレットを使えば 5% のキャッシュバックが受けれたから、今こんな思いをしなくて済んだのに。ゲームウォレットはアップグレードされて、今ならなんと課金したその日にキャッシュバックが受けられます。しかも現在プレゼントキャンペーンをやっていて、なんと500円分の、コインがもらえるキャンペーンをやっていますので、ぜひとも動画説明欄からログインしてみてくれ。怪しい CM みたいになってるけど、怪しい CM です。実はまだいっぱいあります。浮いたお金で Amazon で買い物もできるゲームウォレット。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。